勝負の世界でしか生きられない人々がいる。これは麻雀界においてジャン星と呼ばれた伝説のギャンブラーの物語である。何か浮いてるぞ。知るか、米軍払い下げだ。ありがたく食っとけ。昭和21年、ようやく戦後の焼け跡から立ち上がった人たちが、今日という日を生きるために復興を目指しもがき苦しんでいたその頃。らっしゃいらっしゃい、ご近世の本物の寿司はいらんかね。本物の寿司だよ。バカ野郎、誰がそんな高いもん食うか。こちとら雑炊か水筒にでもありつきで上等だっていうのによ。新宿か、活気があって賑やかなところだな。雀荘も多いし、それにもましてこの匂いが気に入った。ロン、マンガン。てめえの運は俺がいただいたぜ。イカサマなしの平で勝てる。相手の手、場に流れる運、全てが見える。もはや今の俺は誰が相手だろうと負ける気がしない。何、金がねえだと。ねえか、てめえ。金も持たずに賭場に来るとはどういう了見だ。払わねえと言ってねえだろ。ふざけんなこの野郎。そのうち払うよ。そんなざれ言を。今日のところは勝ってんだし、こんなもんで勘弁な、兄さん。帽子屋さん。バカ、とっとと消えんな。すみません。まったく。おい、おさん。どうしてくれんだよ。今のやつから取り損ねたじゃないか。おっさんが払ってくれんだろうな、50円。なんで俺が払わなきゃいけねえんだよ。この野郎。じゃあ宅に入れよ。あんたから直にぶんどってやる。取り損ねた分50円、差し馬だぜ。リーチ一発ツモ。チートイドラドラ。ハネマン。これじゃあ坊やの一人勝ちだよ。大人をいじめるとバチが当たるぞ、坊や。運は俺に来てる。がしかし、わからねえのはこのおっさんだ。大層なこと言った割には、今まで上がらず、振り込まず、大した残力じゃねえみたいに見える。何の賞賛もなく差し馬の額を10倍にするはずねえんだが。一体何考えてやがるんだ。
ここで上がれば俺の勝ちだが、最後に何かやってくんのか。シムソウ天杯初持ち来てる。運は間違いなく俺に来てやがる。初はすでに3枚切れて、当たり牌は残り1枚だが、さっきおっさんは自分の山右端の下段、次の俺の坪順のところに初を積んでいた。一巡後に俺が勝つ。嫌な感じは。おっさんに町を読まれたのか。いや、考えすぎだ。気づいているなら無理にでも泣いて坪順を変えるはずだ。クソ、この後に及んで迷ってんじゃねえ。そうだ、もう勝負はついてんだ。俺の運はここにある。俺の勝ちだ。どうした兄さん、やけに動揺してるじゃねえか。ロン、バイマンだ。逆転勝ちだ兄さん。さすが坊主さんだぜ。坊主さんに負けたんじゃ諦めもつくってもんだ。こんなガキに負けるくらいならよ。まったくだ。100、200、300。どういうこったい兄さん。金が足んねえよ。金がねえのに賭場に来たってのか。もうもんなしだ。ま、次でいいよ。ああそうだ兄さん、さっき銭忘れてったぞ。お前な、所詮昼間の麻雀だ。遊びなんだよ。博打じゃねえ。わかったらこの世界に深入りしねえこった。待ってくれ。力ってのは一体何なんだ。教えてくれ。しつけえな。ダメなのがダメなんだよ。頼む、教えてくれ。俺にはこれしかねえ。他に何の道も残ってねえんだ。頼むよおっさん。しょうがねえ、ついてきな。いいか、売人ってのはな、たとえ殺されても金を払っちゃいけねえんだ。負けたら金を払うって思った瞬間に相手の心理の風下に立っちまう。博打ってのはいわば心理戦。自分より弱えと思えば潰しにかかる。逆に強えと思わせりゃいいんだ。売人ってのは無理してでも負けても金を払わねえつもりで人の風上に立たなきゃいけねえ。ほらよ、最初に預かった金だ。おさん、さて次だな。次？あ、そうだ、まだ授業料もらってねえな。バカ、一杯おごれってんだよ。あ、いいよ。
左手芸、自分の不要牌を右端に2枚寄せておき、山の左端に美味しい牌を2枚積み込んでおく。自分の山を直すふりをして右手の不要牌を右端につけ、同時に山の左端から左手で2枚抜いてくる。どうだい、おっさん。半畜だな。まだ音がする。売人が使う技じゃねえや。左手芸ってのは上茶の右手の影、いわば他のやつの盲点をついて自由自難ね左手を使う高度な技だ。それなのにおめえ音を立てちゃ売人たちに一発でカンパされるぞ。売人なあ、おっさん。ん？ギリシって知ってるか？ああ、握り込みを使うやつだろう。例えば、手牌から一枚持ってきて、それを山に置きつつ素早く二枚ギル。この前、見破ったと思って手を掴んだんだけど。手には何もなかったんだ。そりゃおめえはめられたんだよ。はめられた？多分そいつは前もってわざとおめえに売人技を気づかせておいたんだろう。そしてお前を挑発しておいて、次はそれを逆に利用する。つまり目の色変えて見てるお前の前でそいつはギッタイを身を脱がせた。ってことは、もともと手の中に牌は持っちゃいなかったのさ。くそ。でもな、握り込みなんてのは下びたやつのやる技さ。俺は積み込みこそ芸術だと思ってる。積み込みなら俺もできるぜ。こっち来て黙ってみてな。俺が親だ。次はおめえだ。2を出せるかい？え？おう、やってみる。それじゃダメだ。いや、もう一度やってみる。おう、それでいい。2の2。これは2の2の天砲、よく覚えときな。ああ。もっともこいつを使うには同じ卓に必ず2人座らなきゃなんねえし、手間もかかっちまう。よく見てろよ。これこそ売人技の真骨頂、ツバメ返し。当分あの店には行けねえな。ああ、新しい雀荘を探さなきゃな。因果なもんだな。何がだい？技を使えば使うほど場を失っていくなんてさ。じゃあこのまま俺たちがあちこちの店で天砲を上がり続ければ、いずれは東京じゃぶてなくなるだろうな。そん時はどうするんだい？そん時はそん時さ、地方にでも行くさ。いらっしゃい。疲れてるみたいね。30時間ぶっ通しでぶってたからな。さすがにバテたよな、坊主さん。坊や。お？確か前におめえに言ったことがあるよな。毎日灰には触ってろって。ああ、いざって時には地震が支えになるからって。俺はさ、
こいつさ、常にこいつを振ってんだ。サイコロか。ボシュさんは出したいサイの目を確実に出せるからな。じゃあ、私が言った目を出せるのね。12までの数字言ってみね。じゃあね。4。本当だ。コツがあるのさ。出したい目を下にして持って一回転半転がるだけの力を加えて振るだけさ。訓練次第で誰にでもできることさ。不思議だね。再振りが？違うわよ。博打打ってのは楽して大金を稼ごうって人種だろ。その割にはやけに勤勉じゃない。怠惰を求めて勤勉に行き着くか。それもそうだ。坊主さん、何か食おうぜ。腹減ったよ。俺はいいよ。え？なんだか腹が減らねえんだ。だって昨日から何も食ってねえんだ。何か食わなきゃ体に毒だ。ちょっと寝たらまたぶちに行くぞ。ああ、でも無理することはねえよ。今日は休もう。いつでもぶてるんだからさ。坊や、おめえ。え？俺が出会った中で最高の売人だ。そしておそらく俺たちは今どこへ行っても負けねえ最高のコンビだ。おめえは売人としてこれからだろうが、だがな、俺はそうはいかねえ。俺は今がピークなんだよ。いずれ衰える。そんな、坊主さんに限って。これはもう決まってることなんだ。矢は天からもらったみてえなもんだからな。だからこそ勝てる時に、最高の時に勝っておきてんだ。じゃあ4時間後いつもの高架下でな。いやー、こりゃどうも。さて、明日は晴れるかな。出た、2の2のサイン。またやるのかい。稼ぎ場がなくなるぜ。構わねえ。勝てる時に、最高の時に勝つんだ。わかった、やろう。坊主さん、この二人もそれなりの売人だが、組んじゃいねえ。俺たち最強コンビの前じゃ大したことはねえ。さあ、次はおめえが親だ。おめえが上がりな。そしてこの二人をぶっ飛ばしてやろうぜ。積み込みは完璧。次は才の目を、親の俺が2を出し。よし、あとは坊主さんが2を出せば完璧だ。さすが坊主さん、完璧なサイ振りだ。バカな、坊主さんがサイの目をしくじった。坊主さん、明日はどうする？明日はやんねえ。そうだな、少し疲れてるし。じゃあ明後日にしようか。明後日もやんねえ。え？じゃあ今度はいつだい？今度はねえ。
もうおしまいだ。何言ってんだよ。才の目しくじったの気にしてんのかい。あんなの気にすんなよ。また一緒に。俺はもうダメさ。才の目に答えが出てる。俺には運がなくなったのさ。そんな運なんて関係ねえだろ。坊主さんには力があるじゃねえか。おめえ前に言ってたろ、博打は運のやり取りだって。ああ、あれは間違っちゃいねえ。ただ力って概念が抜けてただけでな。運を引き込むのは力、力を引き出すのは運。力と運ってのはいわばコインの表と裏さ。どっちかが欠ければ価値はねえ。俺には運が欠けちまったんだ。でもまだ俺坊主さんには全然かなわねえし、坊主さんはいつかは超えなきゃなんねえ俺の目標なんだ。だからもっといろいろなことを教えてほしい。あそこであのチューンを弾いてこれるおめえの力と運は最高だ。俺なんかとっくに超えてるよ。教えることなんざ何もねえ。そんな運が欠けたなんて一時的なことさ。そのうちに流れは来る。だからまた一緒に。バカ野郎。いいか、俺たち売人は食うか食われるかの世界で生きているんだ。運のねえ俺がこの世界で生きていこうとしたら、立ちどころに他の売人に食い殺されるだろう。おめえも売人としてこれから生きていくつもりなら、運の落ちた人間に甘くするんじゃねえ。坊主さん。じゃあな。またいつか会おうぜ、坊主さん。ああ、またいつかな、坊や。きっとだぞ、坊主さん。この日を境に新宿から坊主が消えた。ったく、あんな下手な積み込みやったら東京じゃバレて袋叩きっすよね、てっさん。てっさん。おい、小僧。さっきの際の振り方、誰に仕込まれたんだ。ああやって負けてる客を勝たせて店に居続けさせろって、ここのマスターに頼まれてんだろ。客が居続けた分、馬代が店に入るっていうことだからな。よし来たぜ、リチだ。心配すんな、誰にもバラさねえから。一体誰に教わったんだ。ここのマスターか。いや、親父だよ。おめえの親父さん、売人だな。よし、一発そうだ。なあ、会わせてくれねえか、おめえの親父さんに。無駄だよ。頼むよ、会わせてくれ。いや、もう親父は、麻雀は豚ねんだ。親父、客だよ。な、無駄だって言ったろ。親父、病気なんだ。そうなのか。帰ってもらえ、誰にも会いたくねえ。てっさんも物好きだな。なんでこんなガキの父親なんかに。早く帰りましょうよ。やっぱり。
坊主さん。坊主さんだな。坊やか。なんでこんなところに。どうしてここがわかったんだ、坊や。賭場でボーイの真似事やってた小僧が、積み込みはなっちゃいなかったけど、祭を振った時だけは坊主さんにそっくりだったんだ。それでもしやと思ってさ。おめえにこんな姿見られちまうとは。久しぶりだな。そうだな。あ、ボシュさん、これバーで忘れてったサイコロ、いつか返そうと思ってたんだ。いいよ、おめえにやるよ。そういや、バーのママが会いたがってたぜ、ユウさんも。そうか。タバコ吸うかい。いいよ。そうだな、病気だもんな。飯でも。いいよ。なんだい、全然つるねえじゃねえか、おめえの親父。頭の回転が鈍ったんじゃん。なんだよ。ちょっと前まで親父は賭場じゃ一目置かれる凄腕の売人だったんだぞ。らしいな。話だけはテスさんに聞いてたよ。でも今じゃすっかりあのざまさ。ボシュさん、体の具合はどうなんだい。ちゃんと医者には見せてるのかい。別に。ダメじゃねえか、ちゃんと医者に。いいんだよ。いいんだ、ボシュさん。ん？いや、もっと話したいことがあったのに何も言えねえや。あの頃俺たち新宿で出会って、いろんなことを教わって、いろんな売人たちとすげえ麻雀ぶって、すげえ勝負をして、あの頃の俺たちは最高だったよな。だから坊主さん、何か言ってくれよ、坊主さん。俺、帰るよ。このサイコロ、やっぱり坊主さんが持っててくれよ。坊や。一曲舞踏。もうちょっと話すことがあるだろうに。二人ともさっきから黙ったまま。ってことは、二人とも超本気。こいつは今夜は大勝負になるぜ。よし、天杯。国士無双、初町。ハツはすでに3枚切れている。当たり牌は残り1枚。そして坊主さんはハツを自分の山の右端下段、次の俺の角順のところに積んでいた。一巡すれば俺が国士を上がる。だが親番といい、ハイパイといい、そしてここまでの流れや卓上4人全員の捨て牌。なるほど、そういうことか。ということはその牌は初じゃねえ、中腕だ。やっぱり、とすればここは。
究極かよ、ノーテンス。僕もせっかく親父と鉄さんの大勝負が見れると思ったのに。なんかこうしょぼい麻雀。さすがだな坊や。あ、俺のこの純ちゃん三式ピンフドラドラ倍満天杯。中盤待ちを指して11巡目にシャーを落としたろう。そりゃそうさ。国主無双天杯。11巡までこの配布は新宿で初めて坊主さんとぶったあの時と全く同じじゃねえか、坊主さん。ロン、バイマン。逆転勝ちだ、兄さん。あの時は中腕を捨てて痛い目にあったからな。なんだよ、分かってたなら身体検査でもすりゃよかったじゃねえか。そん時はそん時で、またどっか分かんねえとこに隠しちまっただろ。しょぼいなんて言ったけど、この二人とんでもないことをやってやがった。一体どうすりゃ何年も前の配布を全部覚えてられるってんだ。覚えてる方もすげえが、再現した方もすげえ。この二人化け物か。いいぶち手になったな坊や。じゃあこれならどうだい。そういや、坊主さんとは少しの間しか組んでなかったけど、いろんな売人相手に勝ってきた。だが俺はまだ坊主さんに一度も勝ったことがねえ。来てる。さっきの中腕止めで間違いなく流れが来てやがる。この流れなら純ちゃん三式に持っていける。この手を上がれば後の流れは完全に俺のものになる。この勝負勝ちに行ける。しまった。始まって数巡、純ちゃん三式の色目に見えたつもあいは全部俺が積んだ山だ。ロン、単品イペーコー5パーの一本馬。これが一線を退いていた売人のぶつ手かよ。衰えたどころか新宿でぶってた頃より切れてやがる。全てを再現した前曲もそう、そして今もそうだ。間違いねえ、この場は全て坊主さんに支配されているんだ。やっぱりすげえよ。これでこそ坊主さん。それだからこそ俺が越えなきゃなんねえ壁であり目標なんだ。勝ちて、坊主さんに勝ちて。まだまだ若えな坊や。そうか、全部教えたつもりだったが、おめえにはまだ教えてねえことが一つあったな。それに気がつかねえ限り俺には勝てねえ。行くぜ坊や。絶対に通る。はい、よし、いいシャンテン、これで勝ちに行ける。流れは俺に来る。まだ気づかねえのか。ロン、ピンフイーペーコ。どうしたんだよ鉄さん、しっかりしてくれよ。左手芸は完璧だった。気づかれてたはずがねえ。俺は教えねえぜ、おめえの先生じゃねえからな。おめえも売人なら自分で気づけ。だが
しかもよりによって最大級の罠、第三元ギャンシャンテン。いくらあがいても無駄だ。おめえが俺に勝てねえ理由はただ一つ、おめえが持つその欲目だ。その手、行こうが引こうがどっちにしろ勝ちたいってな欲、上がりたい、裏をかきたいってのも欲。おめえがその欲目を捨てねえ限り俺には勝てねえんだよ。鉄さんのこんなに迷ってる姿初めて見るぜ。このおっさんはただものじゃねえ。どうやったって坊主さんの思うツボ、どういう経路をたどっても上がりに向かえばまた打ち負けるかもしれねえ。残された道はクソ上がり放棄しかねえのか。この捨て方、欲を捨ててねえどころかどっちつかずの捨て方。行くか引くか上がり放棄か、いつまで迷ってるつもりだ。おめえの力はこんなもんじゃ。坊主さん、親父、この辺にしとこう。無理すると体に毒だぜ。何言ってやがる。勝ってるうちはやめねえ。そっちの負けてる方がやめるっていうまではな。鉄さん、坊主さんはこんなギリギリの体で俺と麻雀をぶってる。これが俺の最後の勝負だ。これが坊主さんとぶてる最後の麻雀。鉄さん、こっちだってやめるつもりはねえ。勝つまでやめねえ。これで白三枚、残る三元牌は白八中一枚ずつ。坊やも天牌、牌の流れから見れば坊やの町は老安短期。しかしな、それじゃ言って遅い。なぜなら俺の当たり牌は、他の2枚はすでに坊主さんの手に入っている。まだ山に残る1枚が坊主さんの当たり牌。そういや、坊主さんの息子が山を積むとき、わかったぜ、坊主さんの手は国士無双白町だ。確か白が積まれた位置は、次に坊主さんが積もる牌か。結局は俺は勝てねえってのか。結局は坊主さんを超えられねえってのか。バカだなおめえは。頭固えよ。誰が勝てって言ったんだよ。そうか、残された手は団地投資。この牌泣けるか。よし、任しときなって。カン、これで坊主さんに行くはずの白は坊やに流れたか。だがその白を坊やが積もったところで切ればルン、勘すればチャンカン。どっちにしろ俺の上がりだ。チャンカンとは、相手の勘が自分の当たり牌の時にはロンできるという手役。国士無双に限り暗勘でも上がりが認められる。俺に上がらせねえためにゃ上がり放棄するしか手はねえ。これが坊主さんとぶつ最後の麻雀なら
俺にできる最大限のこと、俺にできる最高の麻雀をぶつ、この箔は噛んだ。大三元を突っ張ってきやがったか。え？勝ちに行く姿勢は立派だが、それじゃあ俺には勝てねえぜ坊や。論国士無双。や、役満、この勝負テッサの負け。いや、え、そいつは違うぜ坊主さん。何？え、違うったって現に国士上がられてるんすよ。何言ってるんすか、テッサン。卓上をよく見ろ、団地。え？見ろったって、さっきから嫌ってほど見てるけど。そうか。数貫つか。はあ！ってことは、この場は。え、数貫つって。缶が4つってことだよ。あ、それで。あ、それでっておめえ、鉄さんが数貫通でこの場を流したんだよ。あ、じゃあこの国士は。なしだ親父。坊やとお引きには注意を払ってたが、素人だと思ってたあたるを自分の息子の缶を見過ごしていた。そうか、俺ももうろくしちまったな。上がりを放棄するだけならまだしも、大三元を棒に振ってまで数貫通で場を流す、これはただの流局じゃねえ。勝ちに等しい流しだ。こんな欲の捨て方があったとはな。坊や、おめえいい売人になったな。相手が坊主さんだからこそ、最高の売人が相手だったからこそ、俺にできる最高の麻雀が打てたんだ。いや、打ち負けて嬉しいと思った時点で、俺はもう売人じゃねえよ。勝負あったな。よし、次行くぜ。ロム。は？さっきの数貫つで流れはこっちへ来てるんだ。これ以上いくらぶっても坊主さんはもう俺には勝てねえんだよ。分かってるよ坊や、勝負付けはさっき済んでる。おめえには二度と勝てまい。だがな、おめえと別れてこっちに引きこもってからというものを、俺はまるで生きちゃいなかった。なんせこれ以外何にもできねえ人間だからな。坊や、こうしておめえと麻雀ぶってると、この一瞬でもう何十年も生きた気がするぜ。はあ、朝だな。
当たる。障子を開けてくれ。雨が来るな。何言ってんだ親父、こんなに晴れてるじゃねえか。いや、匂いがする。帽子さん。親父、親父、親父！麻雀やってて死んじまうなんて。あれ、てさん、これ。分かってるよ。上がってんだろ。坊主さんは数貫追行ずっと平でぶってた。だからそれは天からもらった正真正銘の天宝さ。すげえ勝負だったね、鉄さん。ああ、でもなんか悲しい麻雀だったよね。あのさん、いい売人だったよね。泣いてる、鉄さんが。あ、雨か。鉄さん、雨ですよ、雨。戻りましょう。坊主さん。幸せすぎて大切なこと分かりづらくなったけど、今答えなんて見つからないとしても、探して行こう。守るべきことと嘘や矛盾を感じながら、目の前の今日は過ぎるけど、あなたを ターネットで書く読むと検索すると、角川が運営する小説投稿サイトが出てきます。ここで私の名前を検索すると、私の投稿作が無料で読めます。よろしければご検索ください。ご視聴ありがとうございました。